株式会社ヤマキは、新潟県新潟市南区に本社を置き、秋田県を中心にホームセンターのチェーン店、コメリホームセンターやコメリパワーを展開、経営していた企業である。製材業を営んでいたヤマキ木材株式会社が、多角経営のためホームセンター業に参入し、1976年に第1号店となるホームセンターヤマキの白店を開店。 翌年の1977年に株式会社ホームセンター山木を設立。同年に同社の第一号店となるホームセンター山木秋田飯島店を開店。1984年には山木木材と横手ホームセンターを九州合併し、山木木材が運営していたホームセンター山木の白店と横手ホームセンターが運営していたホームセンター山木横手店を継承し、 称号を株式会社山木に変更した。その後、秋田県や青森県、北海道に店舗を展開。また、1994年に株式を店頭公開するまでに至った。しかし、秋田県内に大手ホームセンターが進出し業績が伸び悩み、2002年にコメディと資本業務提携を実施。2006年にはコメディの完全子会社になり、 展開していた店舗もホームセンター山木からコメリブランドに転換していった。コメリの経営合理化により2009年4月1日付でヤマキはコメリに吸収合併。同日付でヤマキは解散した。秋田県内の12店舗と北海道の2店舗はコメリが引き続き営業をする。創業者のヤマキ雄三は、野城市議会議員や野城商工会議所会答などを 歴任していたコメリホームセンターの白店、かつての山基本店である2009年3月31日まで運営していた店舗。秋田県内の他のコメリブランド18店舗は株式会社コメリの直営店舗であった。ありがとうございます。